歌い乱れてくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃないあなたは私をどうしたいの時間なくてバッタじゃないんだし響かない言葉を並べないで惨めなところ見せないでこのまま返してもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになんかないねえしやすくて冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に共通点探ろうとしてるがあかりさせないでもうこれ以上隠してるわけじゃなくて静かにさせて今夜は弟子を